お疲れ様です。今日は体の価格に迫ってみようかと思います。ちょっと過去の記事なんですけども、こういうのがありましたよ。体の価格、これ2022年に10ドルに達するでしょうかということですけども、もう今ね、2023年も4月になりましたんで、まあこれはね、10ドルには達しませんでしたという答えになるんですけども、どうやってね、こんな記事ができたのかなってことをちょっとね、振り返ってみようかと思います。記事の内容を少し抜粋して読んでみます。 え、強気のカルダネイダ価格2.36ドルから4.03ドルの範囲ですと。うん。これ2022年の間にこれが起きるってことでしょ一度もそうならなかったような気がしますね。で、カルダネイダの価格はまもなく10ドルに達する可能性がありますということで、可能性はね、 うん、この言葉を使ったら何にでもあるんですけども、可能性はあったけどそうならなかったってことですかね。まあ随分適当な記事だなと今では思えるわけですよ。で、2 0 2 0年のカラダレーダー弱気市場価格予想は1.9ドルと。まあ少なくとも1.9ドルはいくよっていうことだったんですけども、いやーどうですかね。今ね、50円くらいなんで0.5ドルもいってるかいってないかわかんないような感じなんですよ。まあそう考えると、この記事はちょっとね、残念ながら、 多くの投資家さんの期待を煽っただけということになりますはい「カダのエイダー価格予想2022年」このように書いてますね「カダのネットワークは技術開発の観点から今年最も活発な暗号の一つです」体の「カはダのハードフォークが発生するとユーザーがスマートコントラクトを展開できるようになると発表しました」「これはカダのを2022年に投資するための有益なネットワークにするのに十分だと思いますか?」 この体の価格予想のチャートに行き、それをチェックしてみましょうということで、記事をもうちょっと読んでくださいってことになってます。まあいろいろ読んだんですけどもね、今となっては結構虚しいことだなと思います。その中でも一部をもうやっと抜粋していきます。えっと、このようにね、チャートがある中で、サポートとかレジスタンスをこうやって引いてくださってるのがそれっぽいんですけども、私常々申し上げますけども、FX のこういったテクニカル理論は暗号通貨には全く機能してないなっていうところなんですよ。で、ここではね、レジスタポ、 という概念を使っってやっぱ果敢にもね FX の理屈を暗号通貨カルダノに当てはめようとしてるんですがまあ皆さんお分かりのように全く当てにならなかったなっていうことですよねうんはい記事読んでみましょうかさらにカルダノは3回目のブロックチェーンアップグレードを完了するための道を進んでいますこれが成功した場合2022年が終了する前に暗号は5ドルを超える可能性がありますと。 体のエラーが投資家の信頼を勝ち取り続ければ2022年はさらに10ドルまで上昇する可能性ということだったんですけどもまあアップグレードが終わっても5ドルもいかなかったっていうのが答えですねはい体の価格予想2023年今年ですまあこういうふうなねちょっと残念な価格予測なんですけども2023年をどのように予測していたのかも見てみましょうこの強気の傾向が続く場合体のは2023年末までに12ドルに達するとほう 今年の末まで12ドルですかどうですかねうん、言ってほしいですね。ただそれだけは言えます。可能性はあると。<laughs> ただそれだけです。さらに2022年の前半は最大ドル、8ドルまで急成長するでしょう。その後、この上昇は鈍化しますが、大きな下降は予想されません。えー、今後のパートナーシップにより12ドル達する開発は、価格の観点からは非常に楽観的ですが、近い将来には間違いなく実現可能ですと。 いや、12ドルか。1ドルもいってませんよ、今。うん、これからの動向に期待ですね。はい、じゃあ最後の1枚開いてみます。2023年4月2日前代の体の価格52円テロン08ということでございます、うん。1ドルがね、130円だとしても、まあ、遠く及ばないってとこですかね。まあでもね、体のにはこれからも期待していきたいと思います。皆さんもぜひね、体の,の えー、いい評判をね、広めちゃってください。えー、それでは、体の価格、これからも期待して、今回 g エンドでございます。